真ん中水曜日夜7時になりました。ユーストリーム86 TV をご覧の皆さん、こんばんは。こんばんは。私たち夢に向かってリートオンハチミツラケットです。よろしくお願いします。今夜も8時まで私たちハチミツロケットにお付き合いください。さい。それではタイトルコールお願いします。はい、じゃあみんなで行きましょう。ハチミツロケットの8時まで8ロケ、イエーイ。あとめまして、こんばんは。今週からハチミツロケット専用の、チャンネルの配信になりました。ね、番組も新規一転リニューアルということで、私が毎回 MC を務めることになりました、森山です。よろしくお願いします。はい、今週の MC 当番、雨宮香音です。今日は12時間寝てきました。よろしくお願いします。すごい、すごい寝てますね。はい、今日もね、元気な会の皆さんとね、はい、行くんですけれども、ね、はい、ちょっとすいませんね、先に、あ、どうぞ。言いたいことがあるんですよ。はい、あの88が始まった時も、の時の MC も私とカノンちゃんだったんですよ。そう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 。いや、だからやっぱ持ってる人は違うなーって。ねえ、カノンちゃん。いや、うちらね、空気読んだ。いや、別に、ね、そうだよ。どちらがわざと引かなかったときに、うんとかないから。ないから。え、何言ってんの、なんかその私たちが勝手にさ、はい、行きましょう。はい、では早速挨拶に行きたいと思います。はい、ガヤ1番ハリマレーナです。よろしくお願いします。イエーイ。はい、ガヤ2番ミフです。あー、やっとちゃんと挨拶が間違ってない。おし、よろしくお願いします。イエーイ。2番でしたからね。そうそう。はい、ガヤ3番キミのマイカです。今日はなんかピョコってなっちゃいました。よろしくお願いします。かわいい。もしね。はい、皆さんこんにちは、ガヤ4番です。そうですね、今日はちょっとなんか名前すぐ名前忘れちゃうから、塚本空です。今日も頑張ります。あ、そうでもない。ありがとうございます。はい、ガヤ5番花山翔です。今日はチーズドリア食べました。美味しかった。ね、今日もね、元気にね、やっていきましょう。はい、はい。さあ、ここでですね、改めてご報告というか挨拶をさせてください。私たちハチミツロケットは先日行われた 3B ジュニアのライブをもって無期限無者修行に出ました。先日のライブ遊びに来てくださった皆さん、ニコ生で見てくださった皆さん、そして 3B ジュニアとして私たちをここまで応援してくださった皆さん、本当にありがとうございました。ありがとうございました。ここからハチミツロケットはどんどん進んでいきたいと思いますので、皆さんよかったら応援よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、無期限武者修行に出た私たちハチミツロケットなんですが、超ビッグなお知らせがあるんですよ。おお。食べますね。ハチロケのホームページやね、ツイッターでも告知があった通り、ハチミツロケットはなんとなんと歌番組への出演が決定しました。イエーイ。すごい、すごいよ、すごい、ね、しかもですね、そしてその番組は、せーの、 TBS ライブ B。 イエーイ。すごい、地上波の番組ですよ。そうですよ。皆さん本当にありがとうございます。でもね、出演するってことだけが超ビッグなお知らせじゃないんですよ。おー、 TBS さんのライブ B、 なんとなんと公開収録決定です。イエーイ。え、これ嘘じゃないよね。なんかさ、公開収録ちょっと一回目倒されてる感じじゃん。大丈夫だよね。大丈夫だよね。ちょっと違うよね。ドッキリ大成功みたいな。違いますよね。はい、違います。はい、というわけで、今からこの88の中で公開収録に参加してくださる方に向けて、応募方法を発表します。はい、ハチミツロケットとして初めてとなる、地上波の歌番組への出演、ロケッターの皆さんが駆けつけてくださったらね、もうそりゃもう安心ですよね。心強い。はい、よし、君のここは行ったれ。あ、いいですよ。あ、来てほしいからね。可愛く行っちゃいますね。はい、ダーリン、ダーリン、応募してくれないと君のがお仕置きだっちゃ。はい、お仕置きだっちゃよ。ラブちゃんだもんね。ラブちゃんですね。来てほしいですもんね、皆さんに。そうですね。はい、ということで、今から応募方法を発表させていただきます。はい、
まずは収録日あさって2月9日金曜日、はい、東京赤坂に18時集合となります。はい、はい、もう一度言いますね。収録日はあさって2月9日金曜日、東京赤坂に18時集合となります。詳しい場所は当選者の方に別途お知らせいたします。はい、そしてここからが肝心ですよ。肝心、うん、当日確実に参加できる、参加したいという方はこちらのメールアドレスですね。おい、はい、こちらのメールアドレスですね。はい、こちらのメールアドレスまで推しメンとニックネームを書いてメールしてください。はい、うん、はい、でもしかしたらね、生放送中にあなたの推しメンが、ね、ニックネームで名前呼んじゃうかもしれませんので、ね、でもあのメールは1人1回でお願いします。はい、はい、ここに多分 QR コードがあるので、そう、これ今ならここの方が簡単かな。あ、うん、お、そうです、今スクリーンショット、今タイム、いける5秒ね、5、4、3、2、1、私と一緒にスクショ、はい、私も流しかーす。おー、ここまでで応募完了ではありません。はい、はい、その後に、メンバーも一緒に登録する八ロケ養蜂、八ロケの養蜂情報センターへの登録が、番組関連の応募条件となります。はい、もう一度言いますね。はい、この後にメンバーも一緒に登録する八ロケの養蜂情報センターへの登録が番組関連への応募条件となります。はい、おお、推しメンと、ニックネームを送るアドレスと養蜂情報センターへの登録するアドレスは同じものにしてくださいね。はい、はい、それから推しメンとニックネームを送るのは一人一回でお願いします。一回でしょ、はい、一回でるからね。はい、整理すると、はい、番組観覧に参加したい方は、はい、推しメンとニックネームをメールで送る、さらに養蜂情報センターに登録するという流れになります。はい、なるほど、はい、急なお知らせなのでね、ご都合がつかない方もいらっしゃるかもしれませんが、うん、私たちがしっかりとパフォーマンスをしていきますので、収録に来れないという方もテレビの向こうで見てください。はい、はい、それでは、ね、それでは公開、公開収録の観覧を希望される方の応募条件となる八ロケ養蜂情報センターへの登録も開始しましょう。はい、はい、登録ね、ちょっとたくさん登録してほしいよ ね、 ね、はい、こちらのですね、養蜂情報センターですね、はい、なんと無料会員登録するだけでハチミツロケットの最新情報がどんどん送られてきちゃうという、ロケットはもちろん私たちメンバーからしても嬉しすぎる情報サイトとなっています。おー、やった。だってさ、下手したらさ、私たちがマネージャーさんから教えてもらうより養蜂情報センターからメールで知る方が早いことがあるっていうこともさ、ありがたい、あるじゃん、ありますよね、なるほど、そうね、よくあるやつですね。そうこれはぜひぜひ登録していただきたい。ということで、今日は私たちが、生登録をしてみたいと思います。いいですね、いいね、いいよ。じゃあ誰登録しちゃう。じゃあ私、ちょっと、ま、取り乱さないで。誰登録しちゃう、ね、勝手に MC がさ、喋ってんのか喋んないの。ごめんなさい、喋んない、ハリマ。はい、黙ります。はい、そしてですね、入会していただいた方にはなんと、お、とっておきの動画が届いちゃうんですよ。とっておきの動画、どんな動画かな、ね、でもそれはあれですよ、あの見てくれた人の、登録してくれた方のお楽しみなんですよ。そうだよね、特別だもんね。そうだよ、動画でかくなった。はい、そして後にも先にも私たちと一緒に登録できるのはこの88の番組中だけですから。そうですよ、そうだよ、皆さんもこのタイミングでぜひ、おい、ぜひこのタイミングで一緒に登録しましょう。お願いします。それでは早速、どれだ、こちらの、あちらのスマホで、はい、こちらのスマートフォンを使って登録していきたいと思うんですけど、はい、やっぱこういうのにさ、うん、やっぱ JK 強いじゃないですか。そうですね、終わりかけの JK 頼んでみようじゃん。そうですね、終わりかけの JK に頼んでみよう。あの、呼ばれてくれて28歳のあなたに。え、若かった1歳29歳でもあれですから、パソコンとかタブレットからでも登録できるので、そうです、できますよ。みんな早いけど、もう登録してくださってる方も、はい、ね、QR コードやってみます。ます、はい、できる、できました、はい、できました、できましたよ、ここですね、みんな、これですよ、こちらの QR コード、ディンディンディンデデデデデで、 OK、 そしたら
この画面が出てくると思うんですよ。はい、いいよ。これですね、ハチミツロケット療法。しょうちゃん映ってないけど平気？うん、声が届けば大丈夫。そう、映りましたか皆さん。映ったかな、みんな。飛んだ、そのサイトへ。あ、結構登録をしたよって。おお、ありがとうございます。そしたらこの画面が出てくると思うんで、メールアドレスを登録してください。はい、はい、できましたか。できました。できましたか。するとですね、はい、メールが届くんですよ。おお、届くかな、届くかな。動画がね、うん、すごいたくさん、みんな。あ、そうですね、本当だ。あれ、張り回しが、あれ、あれ、あれ、待って、おかしいな。これいじりで言おうと思った。あ、そらちゃんいるよ、そらちゃんいるよ。おかしいな、そらちゃんいる、ほんとに。そらちゃん、そらちゃんいるよ。メールアドレスを登録するとこの画面が出てきます。はい、はい、出てきたかな。はい、はい、そうすると、うん、次は、次は、次はメールが届きました。おー、いや、この、この URL があると思うんですけど、これは1回のみのアクセスになるので、はい、皆さん要注意です。1回だけ、1回だけ。およし、押します。はい、えなりさん、君の推しのえなりさん、登録ありがとうございます。おっ、あー、来てみよう。もう呼んじゃおう。私も呼んじゃおう。で、それをね、クリックしたら、このみふちゃん、ここが来るんですよ。で、名前とか登録とかすると思うして、ちょっとお時間かかると思うんですけど、はい、うん、やっててください。今からその間に呼んじゃいます。名前、名前を泳ぎたい。みふ推しのゆうしさん、ありがとうございます。ありがとうございます。私は花山志保だよ。なんかさ、なんかさ、推し名はめみやかのんちゃんって書いてる人でさ、かっこ森にも好きなんですけどって、何その風邪。花山翔推しを登録してね。あ、アノンさん、アノンさん、アノンさん、ありがとうございます。モリリンも好きなんですけど、モリリンも好きなんですけど、でも選んだのはアミヤカノなんですね。そうなんですね。あ、人生そういうところですよね。箱推しの方も、お、酒井さん、酒井さん、ありがとうございます。酒井さん、ありがとうございます。リアルタイムで見れちゃいますからね。そうですよ。どうしよう、本当にハリバレーナがいないんだよね。どうしたらいい。あ、タカさん、ご登録ありがとうございます。ありがとうございます。おー、いっぱい来るね、ほんとに。すごいね、嬉しい。すごいね、すごい。あ、あ、お、みなさん、ありがとうございます。ありがとうございます。やめろ、やめろ、やめろ。すごい、本当にありがとうございます。いっぱい、ね、本当にこうやってリアルタイムで登録してくれるのって嬉しいですね。嬉しいですね、嬉しいです、嬉しいの、そんな。うん、うん、あれ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 、5000万人いるって噂、あの、ハリマーさん。ちょっと、やっぱり。あ、なんか、ちょっと、なんか、なんか、龍一さん、なんか、推し目が打ち上げ、あ、え、あ、あれ、あれ、なってらっしゃるんですけど。塚本さん推しなんですね。塚本さん推しで、合ってますか？塚本空でって書いてある。え、ちょっと、なんですか？なんか、すごい。アミポンっぽく言いますか？じゃあ、アミポンっぽく。ソラポン、ソラポン、ソラポン。その気持ちご察しします。帰れ帰れ。さてさて、続いての名前をなどを登録した後は、このね、確認するボタンを押してください。はい、うん、押しましたか。するとですね、うん、でってれー、次に登録するっていうのが来ると思うので、登録するを押してください。お、登録する、スマホに強い JK、 JK なんで、打ってる、 JK の終わり方。登録すると、うん、メールが届きます。ほら、見て、ほら、完了です。登録完了、メールが届きます。で、そこにですね、URL があって、動画の、はい、ちょっと見てみちゃいますか。見てみよう。いいですね。あ、これはもう、私たちが、そうですよ、そうですよ、非常特別な映像ですよ。3テイク目ぐらいで撮れた。そう、私のあんな、あんな動画が。そうですよ、もしかしたらどんな動画だよ。あれ、あんな動画が、どんな動画だよ。じゃあ、見ますか。はい、見ますか。うん、お、え、ちょっと、ちょっと、ちょっと、待って、待って、ちょっと、ちょっと、ダメだよ、ダメだよ。それはね、やっぱ登録してくださないとダメです。そうだよ。わー、まあ、お楽しみに、お楽しみに、お楽しみに。楽しみに。しおちゃん、ありがとう。ありがとうございます。動画のね、これ以上はですね、実際に登録してみてお楽しんでください。はい、私たちメンバーも登録しますので、はちみつロケットの最新情報やマル秘情報なんかもあるかもしれないので、一緒に共有しましょう。はい、お友達や周りの人にもぜひおすすめしてみてください。はい、よろしくお願いします。お願いします。
ライブ B の公開収録への参加ご希望の方、登録してくださいましたか？してまーす。してまーす。しました。ありがとうございます。これで応募は完了です。、当選された方は別途ご案内の通知をさせていただきます。お待ちてくだ待っててください。サイン。はい、もっと名前呼んじゃいます、ね、そうですね、ホリモン、ホリモンすごい、ホントに、え、ホントに、あれか、え、ちょっと時差があるんだ。そうだよ、実は地球の裏に行って、そうだよ、まだ、みんなまだ寝てるみたい。あ、そうか、そうか、今睡眠タイムかな。そういう時もあるよね。そう、朝ぐらいには増えてると思うんですけどね。二分押しの、いいですか、はい、呼びたい、私も。二分押しのノブさん、ありがとうございます。ありがとうございます。シンガポール行かなきゃいけない。行ってらっしゃい。行きましょう。私たちも行きたいな、シンガポール。ねえ、シンガポールでいいですよね。アルミヤカの推しのたっけんさん、ありがとうございます。ありがとうございます。すごい、いっぱい。あ、お、お、スイーヒー、お、スイーヒー、ありがとう、ありがとう、推し。オレンジ帽子のカズさん、ハリマレーナ推し、ありがとうございます。あなたが第一人です。第一人、第一人、第一人、なんだ、決めすべき、決めすべき一人。あ、そうか、ありがとうございます。ありがとうございます。よいしょ。はい、こちらからね、登録ができるので、はい、URL を、あ、そう、キラルコードだ。まだまだあのね、募集していますので、はい、ね、あの、なんかお友達なんかに言ってもらえたらいいんじゃないんでしょうか。家族あたりにおすすめと言って、先生、張り回しで英語でメールしてくださってもいいんですよ。あ、そうです、そうです、ブラジルの方から。ようやくブラジル語でも、でも必ずね、ライブ見の方は来れる方ということで、はい、はい、お願いいたします。お願いします。はい、超ビッグなお知らせはまだまだありますよ。はい、告知がいっぱいで嬉しいですね。はい、それでは八六のリリースイベント情報をお願いします。カレンダーカモン。カレンダー、え、ちょっとさ、で、君の推しのモイラちゃん、モイラちゃんもいる。お、カモン、あ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 、ちょっと待って、分かんない。こんにちは、店長です。おはようございます。なんかちょっと恥ずかしい。もういいや、十分だ。何をすればいいんですか。僕はこれを見せればいいんですか。はい、はい、なんかね、みふちゃんがね、あ、そうなんですよ、美味しい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 、美味2月10日土曜日、千葉県のララポート柏の葉2階センタープラザで1部は13時から、2部は16時からです。はい、はい、そして次は、2月12日埼玉県の大宮アルシェ1階イベントステージ、こちらも1部は13時から、2部は16時からになっております。おーい、そしてですよ、店長さん、はい、2月24日のリリーベは愛知県の名古屋で行います。イエーイ、はい、よろしくお願いします。店長さん、故郷ですね。久しぶりに名古屋に帰ります。2月24日みんな、ね、みんなよく知ってる、栄のあそこでやるからさ、ちょっと栄のホールでやるからさ、よろしくね。よろしくお願いします。もう皆さん来るしかありませんよ。すいませんね、これは。はい、情報はね、まだ未公開なんですけれども、ハチハチやね、先ほど紹介にあったハチロケ養蜂情報センター、または公式ツイッターなど最新情報を見逃すな。見逃すな。はい、そして2月15日日曜日は東京都イオンモール武蔵村山ノースコート、1部は13時から、2部は16時からです。はい、デビューまでちょうど1ヶ月になります。リリースイベントね、リリースイベントでは毎回全力のパフォーマンスはもちろん、会場にちなんだトークコーナーなどいろいろ行ってきました。これからもね、毎回毎回皆さんにも楽しんでもらえるように頑張りますし、3月もたくさんライブがありますので、ぜひ
ぜひ足を運んでください。以上、みふがお送りする告知コーナーでした。どうですか、みふちゃんの告知は。いや、もう採点したら丁寧なね、告知にね、はい、可愛らしさに溢れていて、おこれはもう100点満点で言ったらね、本当もうなんか言葉にするのはね、あとなんでちょっと紙に書いて渡すね。そうそう、みんなでも喋れるよね。嬉しい、しょうがないじゃん。ありがとうございます。すみません、僕はほとんど喋れないんでね。あのちょっとまだあの、はい、今日何日ですか、2月の7日7日です。あのまだ会って7日目なんで、ちょっとなんとなくまでギクシャクしてるから少しずつ。そう、24日の日なんですけど、はい、あの名古屋でね、あの僕を知ってる人たち、もし見てる人たちがいたら、あのまだ場所をね公表できないんですが、東新町でいつもやってるところでやりますと。なんとなく分かると思うので、東新町です、東新町です、はい、分かる人だけ分かればそれでいいです。はい、はい、分かりました。そんな感じでございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。もういいのかな、俺出なくて大丈夫、みんな、みんなもう、あ、でも結構店長さんが出てこない方が、店長じゃあ今日何するかって言ったら、はい、この今あの LINE、メルマガ応募の紙ある、はい、持ってるかな、うん、そう、はい、メルマガの応募の紙を、はい、ほらカノンがそこに見せて、うん、みんなが QR コードをやり始めると、あの見てる人たちの数がバカみたいに減っていくっていう、なんかやめて、そのなんだろう、放送してるのに数が減るっていう、よくわかんないことしてみたいなと思って、なるほど。確かに、君たちは今これ登録はしたの、あ、しました、しました、今さコメントしてた、誰が一番可愛かった、よし、よし、よし、カノンちゃんですね、はい、まあ、まあ、ね、ずっとね、時間もなかったじゃん、でも尺が長い人だけど、ほんと、でも私が最後センターで終わるから、でもなんかセンター感やっぱ薄いよね、ハリマ、ねえ、ちょっと薄い、あの動画だけだよ、よくしたよ、よくしたまあ、そうそう、で同時にね、その今これをやれるし、なんとね、はい、ライブ、あ、言っちゃっていいんだよ、ライブ B って言っていいんだよ、あ、びっくりした、言っちゃっていいんだよ、ライブ B の番組の観覧の募集も受け付けております、はい、で、はい、そちらはメールの方と会員登録の方両方しなきゃいけないんですよね、はい、はい、っていうかね、ライブ B 出られるんだよ、すごいよ、すごい、地上波、そうだよね、やばい、すごいよね、すごい、大丈夫、君たちが知ったのとほぼ同じぐらいの俺も知ってた、そうだ、同時にね、そう、同時にしたの、マジかーと思って、すごい、びっくり、やべー、え、何の歌歌うの、あ、それが違うんだよね、それは、あ、そうそうそう、すみません、失礼いたしました。そんな感じで、もういいよ、お邪魔しました、あ、QR コード、QR コード、はい、はい、ぜひ、これね、これ、はい、たくさんやっていただいて、お願いします、お願いします。皆さんこのまま番組が続いているわけですよね、はい、はい、なんか基本的にはアオバがモノマネしてやってるコーナーなんでしょ、あ、そうだ、あ、そうなんです、アオちゃんのモリーのコーナー、私のコーナーではないです、モノマネ番組、引いちゃうんですよね、私が、私引いちゃうの、やっぱ持ってるんで、私だからやっぱ衣装にも鼻ついてるし、可愛いから、まあ、持ってるんですよ、コメさんと、えい、えい、出ました、ナルシスト出ました、やめろ、この前自分で言ってたもんね、どこが一番何モノマネが上手いの、いや、モノマネ、いや、モノマネ番長しかもやってる、私今、ちょっと待って、振り間違えちゃった、ちょっと、あの、今、私の名前をみんなから呼んでもらうの待ってました、そうだね、このモノマネが得意だったで、はい、得意だと思ってます、で比較的真ん中にいる子で、はい、で比較的真ん中に寄りたがる、寄りたがる、大正解、大正解、物知りな子で、はい、で、可愛い丸い顔の今をね、静かに優しく見守っているけれども最年長くんの、はい、はい、昔から知ってるからね、そうなんですよ、まあ、彼女もそうだったって分かったけど、なんか、じゃあちょっとなんか店長就任祝いに一発モノマネでちょっとやってくれよ、おー、わかりました、じゃあ店長さんに向けてですね、これはカメラでいいからね、いきます、店長これかい、よろしく言って、誰だよ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 、上がりすぎちゃった、うまくいかない、うまくいかない、すいません、落ち着いていこう、落ち着いていこう、じゃあそれではお願いします、別の方で、あ、
リベンジしていいですか、ね、はい、好きな方で、じゃあ今のとは全然に違う、さっきのは違います、今のが本当です、はい、すいません、はい、いきます、お願いします、でちょーこれからよろしくお願いします、似てない、イエーイ、ありがとうございます、似てないです、ちょっとちょっとダメです、今日は今日は似てない、似てない、忘れてください、忘れてください、この組だったね、DJ コンサー、なんか恥ずかしくないの、私あのそういうのじゃないの、オリスゴーイエーイみたいな感じじゃないですけど、あの助けてください、誰か、はい、ありがとう、はい、ありがとうございます、よろしくお願いします、そんな感じで僕ね、ほとんど分かってないので、あの少しずつ仲良くなっていこうと思うので、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、店長、帰ります、ありがとうございます、私、定型文じゃないとできないんですよ、定型文じゃないと言い訳をしない、言い訳しないですよ、はい、当たり通りじゃないとね、当たり通りじゃないと、はい、じゃあね、はい、ここからは最初のコーナーに行きたいと思います、はい、はい、さて、みんなのメンバーの皆さん、はい、はい、今までね、当たり前のように呼んでいた8時まで8ロケこと88ですが、はい、これは初回に私たちが案を出して決めたんですよね、はい、はい、覚えてますか、覚えてます、だって私の案が採用されたもん、え、でも私はハリマレーナによる、でも私の案が採用されたもん、ハリマレーナの番組、まあハリマのはゼロ票でしたけど、ね、そうね、あれそうだっけ、え、でも8ロケドンとかあったよね、それあーね、よく覚えてるじゃないですか、なんか印象強い、あとは覚えてないね、そこで武者修行、無期限武者修行に出たい、今の私たちがお届けする、88のタイトルもちょっと少し変化があってもいいと思うんですよね、確かに、はい、私たちデビューシングル「はちみつロケット黄金の7人」はご覧の通り金色に輝く衣装ですよね、はい、どこのアイドルにも輝く黄金の7人となっていく私たちの番組だからこそ、例えばですよ、はい、例えば「はちみつロケット」の「はじじまで8ロケゴールド」みたいな、あ、なるほど、そういうのもあっていいと思うんですよね、確かに、どうですか、なんか番組タイトルにちょっと、まあ、だタイトルはそのままなんですけど、うん、まあね、ほにょほにょみたいなサブタイトル、あれですよね、あの桃色クローバー Z の Z がついたみたいな、あ、なるほどですね、進化バージョンね、はい、うんうんうん、実はメンバーこんなに知らないふりしてますけど考えてきました考えてきましたちゃっかり、はい、ちゃっかりね、なんか8時まで8ロケの前につけてもいいですし、はい、8時まで8ロケ何々って後につけてもいいんですけど、おー、ちょっと発表してきますか、そうですね、はい、じゃあ、はい、え、マジで言っちゃう、え、マジで、待って、あのね、なんかすごいノーマルだから、はい、ノーマルだから、やっぱシンプルな女だからね、そう、顔もちょっと基本的にシンプル今日はシンプル、はい、でーん、はちみつロケットの8時まで8ロケデラックス、おありがちな感じ、ありがちな感じ、どういう、いい、ね、うん、どうしてデラックスだったんですか、やっぱなんかこうこんな感じの衣装も着ちゃって、確かに、はい、ちゃんと8ロケのチャンネルも作ってもらったわけじゃないですか、そうですね、やっぱ進化強くなったっぽいからデラックス、なるほど、かっこいいな、はい、かっこいいですね、じゃあ次誰いきます、はい、お、いきまーす、ハリマ来たよ、はい、8時まで8ロケフラム5000万人イエーイ、あれイエーイイエーイ、あれ意味が分かんない、5000万人のための8時まで8ロケ、あれちょっとあれフロム、え、フロムじゃないの、え、フロムって何、フロムって、え、カラー、え、5000万人のための8時まで8ロケ、なるほどね、フロムって私たちが5000万人、私たちが5000万人、やっぱりみんな5000万人必要でしょ、あれちょっと、フォーだ、フォーじゃない、あ、じゃあフォーで、じゃあ、もう5000万人、ちょっと今書き直しまーす、はい、間違ったのとダメだよ、はい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 、もう5000万人、じゃあ、はい、はい、お、いきます、はい、じゃあ、じゃあ、はい、行きまーす、わー、行きたいと思います、だるん、森山とハチミツロケットの8時まで8ロケー MC だ、そうなんですよ、やっぱりあの、うん、今回あのリニューアルしてから私、うん、毎回 MC を務めさせていただくということで、うんうん、まあやっぱり私がまあ主に喋るじゃないですか、そしたらやっぱ私の印象が強い番組になるだろうと、でもさ、うん、森青葉とハチミツロケットじゃさ8ロケじゃないみたいじゃない、私は2人います絶対ブレズやん、いや私は2人いますよじゃあモリリンはこの番組内で2人、そうですね、あのモノマネする私と、司会する
真面目な私と二人いるのでね。なるほどね。これお願いします。あ、なるほど。はい、パチ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 。私はですね、はい、はちみつロケットの8時まで8ロケ炭水化物を添えて。おー、いいじゃない。おー、すごい。え、よくない？どうして炭水化物？すごいね。やっぱり蜂といえば炭水化物占いみたいな、炭水化物占いといえば蜂蜂みたいな、そういうところあるじゃないですか。だから、そうだからやっぱり炭水化物っていうのをここにアピールしとけばみんな見てくれると思うんですよ、より多く。なるほどね。あとあれでしょ、あの番組中に食べたいですよ。バレた？バレた？ただ食べたいだけですよ、ね、それ、うん、あったらまあ嬉しいじゃないですか。だから炭水化物を添えて。考えられてますね。すごい。炭水化物愛が強いですね。ここら辺におにぎり置いたんですよ。嬉しい。だしね、見てる人もね、炭水化物添えてみたら絶対いいと思うんですよ。最高だと思わない？いっちゃおう、みふちゃん。みふ行きますよ。ちょっと一回真面目なのはずはずんとこね。そうね。はい。じゃじゃん。はちみつロケットの8時まで8ロケ、リフトオフ。略す、そうそう。で、略すときは、88R ってなるから、略しやすいかなって思ったの。で、リフトオフってさ、やっぱり夢に向かってリフトオフって言ってて、メジャーデビューということで、リフトオフを。リフトオフの、リフトオフじゃないですか。え、待って、私ね、リフトでね、検索かけたらね、一番上に出てきたね、リフトがね、R だったの。違う、いや、多分違うリフト。違うリフトじゃん。あ、待って待って待って。違う、R じゃなくて、L って書いてあって、L って書いてあった。え、L じゃない。ややこしいから失格。L です。L じゃない。でもさ、今思ったんだけどさ、L って書いてあったんだけど、確かに炭水化物は添えるものじゃないですね。え、でもさ、なんか主食ですよね。だからこれからは添えていこう。え、みゆちゃんの時間だから入ってこない。ごめんごめんごめん。L です。L ですね。L と R がどっちだか分かんなくなっちゃった。キミの行きますね。お、私結構真面目なんだけど。キミって。はい。はちみつロケットの8時まで8ロケ、黄金水。水金曜日なんか水曜日。水曜日にやってるから、そう、え、よくない、なんかかっこよくない、黄金水みたいな、なんか水かっこいい、なんか高そうな、え、かっこいいよね。え、ちょっと通販で500円で騙されちゃうやつ。いいかも、黄金水。いいね、結構いい感じ。うん、いいと思うよ。作って、そっちいっちゃう。よし、行きます。はい、はい、はちみつロケットの8時まで8ロケドーン、イエーイ。ドーン押しますね。じゃあ私、じゃあ本当にずっと押してて、8ロケ丼を、うん、はい、あの丼ぶりってやっぱりなんかいろんなも具材とか乗ってたり、はい、盛りだくさんじゃないですか、うん、やっぱそういう盛りだくさんなことをやっていきたいという意味で、一番最初に8ロケ丼ってやったら却下されたんで、はい、ネクストリベンジでございます、イエーイ。なるほどね。まあ、ちゃんとしていますよね。はい、そう、八、ね、だから略すときは88丼でお願いします。略せるの。そう、むしろ8ロケ丼でもいいですよ。もうそしたら私の案になるんで。なるほど。7人中2人が食べ物のことなんですね。そうですね。確かに。真似すんなって。もう炭水化物ですね、ちなみに。どっちも丼ぶりなので。はい、はい、じゃあ皆さんの意見が出たところで、ここでじゃあ投票に移りますか。はい、そうですね。じゃあ投票の紙を今から配っちゃいたいと思います。おっ、はい、どうぞ。一番いいと思ったメンバー。え、これ自分はダメなんだよね。そうだよね。ダメ、今日はね、自分ちょっと3人、はい、あざーす。はい、ありがとうございます。はい、ありがとう。じゃあ自分以外のメンバーを書くんですか、これは。はい、どれがいいかな。どうしましょう、どうしようかな。悩むところ、これ悩むな。気になる。みんな、皆さんは何がいいと思いますかね。はい、それ聞きたい。みんなの意見も聞きたい。そうだよね。ね、みんなでね、作っていく番組だよね。八ロケ丼。はい。おお。八ロケ丼やっぱいいですよね。でも黄金水も書いてあるよね。語呂が良くない、八ロケ丼。確かに確かに。聞きやすい。八八丼。八八丼。すげえ、なんかいっぱい八八丼。食べ物乗ってそう。作ってみたくない、今度88の、うん、いいね。ありありあり、みんなで考えるのいいかも。一人ずつ乗ってるもの乗せるの。そうそう、自分の好きなものを乗ってさ、それいいね。ただただ食べ上乗せて、だから食べたいだけだよ。バレた。ちょっと願望が出てます。ただただ米の上で、もうずっと食べ物の話してるもんね。好きな食べ物を乗せていく番組にしたよ。楽しい。それ楽しい。君のも決まった。え、でもなんか結構みんな88丼押してる。一個言っていい？はるまれーな、もう一個来てるの。あー、よかった。言われた。え、さくたろうさん、ありがとうございます。おしめはるまれーなと書いてあります。ありがとうございます。なんだったら二人目でーす。ありがとうございます。ちょっとね、
リアルになってくるから、はい、そうですね、ましょうね。まあ、これは大事ですか。みんな書いた、書いた、はい、はい、あら、ちょっと今日でも結構八八ロケ丼多いぜ。多いですね。一緒に呼んじゃおうかな。ハリマどこやった？お願いします。じゃあね、お願いします。おい、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 としきさん、ありがとうございます。ありがとうございます。やばいよ。ねえ、数カ月いないの？ねえ、集めたわよ。あ、可愛いかも。はい、これいいよ。私も可愛いと思った、これ。可愛いっしょ。はい、ということでね、集計結果が出るまで、はい、先日日曜日に行われた、はい、ライブ、3B ジュニアのライブですね。はい。はい、ので、初披露させていただいた、はちみつロケット黄金の7人、うん。はい。ね、はちロケのメジャーデビュー、うん、曲。シングルですね。シングル。はい。ぜひちょっと、話してみますか。はい、あ、いいですね。話したいよね。ね、うん、たくさん。みんなまずさ、タイトルを見た時どう思った？え、びっくり。あ、なんかでもさ、うん、自分のさ、うん、何グループ名がさ、うん、ガーってきてんのよくない？ファーストレーン、ね、デビューシングルっぽいよね。待って、これさ、ハチミツロケット黄金の7人じゃん、うん、この人じゃ黄金の7人だと思う。つい最近まで黄金の7人だと思ってた。本当に思ってたよね。本当に一昨日くらいまで知らなかった。だからこれは炭水化物を添えてみたいなノリで黄金の7人。あー、私は黄金の7人だと思ってました。でもハチミツロケットっていいですね。それいいよ。やっぱりハチミツロケットっていいっすよね。いいですね。デビューシングルなのでね。そう、キラキラしてる感じだね。でもこの曲はミュージックビデオとかもね、うん、そう、すごいの。めっちゃ楽しかったね。うん、なんかそのカメラの前に立ったらすごいなんか可愛くなる。本当に魔法がかかるんです。すっごい可愛いの。すごかった。ちょっと今日調子悪いんで私発声ます。ね、成功成功お願いしますね。そうね。お願いします。ハリマに貼っとこう。ハリマに貼っとこう。じゃあこの辺でもう一度、ハチミツロケット予報、はい、予報センターの QR コードをね。減っちゃう減っちゃう。はい、ここで視聴者が減ります。はい、減ります。合計の開く回数が増えるじゃない。そう。あのですね、ハチミツロケットが、TBS さんのライブ B に出演させていただくんですけど、そこは、そこがですね、観覧ができるんですよ。おぉ、それに、応募するには、ここに登録してメールを送ってもらえると、推しメンと自分のニックネームをね、書いて応募してください。はい、みんな、この QR コードを通って。なんか、ハリマが発見してた。発見した、ハリマ。3人目を発見しますよ、ハリマ。せーの、有名さん、ちなみに私とハリマよりの箱推しだったんですけど、はい、推しだよね。もう、もうそれは推しと確定してやります。でも分かんないよ、ハリマ取られるかもしれない。負けない、負けない。負けない。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう。有名さん、ちょっと話が戻ってしまうんですけれども、はちみつロケットの黄金の7に振り付けはどんな感じですかね。いや、振り付けはね、そうよね、なんかスクワットみたいな、うん、この曲は侍がテーマの曲なんですよ、はい、だから、そう、刀を抜いたりね、戦ってるっぽい、はい、そう、ね、振りも多いんですけど、でも全体的に可愛くて楽しい。皆さん多分真似しやすくて、ね、リサビなんか、こうやってくるんですよ。一緒に、パンパン、一緒に踊ってほしい。そうですね、前の人には気をつけて、くれぐれも前の人に、前の人には、言っちゃったら謝ろうね。はい、ごめんなさい。ごめんなさい、またやる。平和にね、はい、お願いします。お願いします。ねえ、すごいよね。うん、すごいなんか、私的にすごいなんか、ラップが、そう、楽しいよ。なんか、ラップに八六家の良さがすごい出てるなって、元気な感じとかね、楽しいなって思ったので。激しいからさ、冬とか暖かくなりそう。そう、そうだね。あれ一曲踊っただけでもうね、熱々。そう、ね、これね、沸騰する感じ。沸騰する。汗がたくさん。私、そう、あ、なんかパンチの振り好きって書いてくれてるから、あ、ありがとう。しかもその後に飛ぶからね、私たち。そう、飛ぶから。大変だよね。そう、あとあのサビ前のハモリ、そう、あれすごい練習したよね。そう、最高。ちょっと今歌ってみる。あのパートに分かれてるんだよね。そう、じゃあ一番最初。じゃあ下手くそだったらごめんなさい、聞かなかったことにしてください。いっせーのーせ。ちょっとつもしん考えるよりはっちゃけがしこちょん。おー、そう、結構綺麗にいったんじゃないですか。え、ちなみに下のパートは、はい、私とみふちゃんで、真ん中は、真ん中はいで、高いところです。かわいい子たちです。やっぱ可愛いから上なんですよ。いや、そういうわけじゃないよ。そうよ、すごい、ほんとしたすぐ可愛いって。可愛いし、全部自分のいい方向に持ってくるね。ビジュアル担当だから。そう、やっぱ私八六家のアイドル
ルだから、うん、あの、あれ待って待って待って、確かにいつからアイドルなんだろう、森林ランドって黙ってもらいますか、森林ランド、森林ランド、森林ランド、ヒッカ見てる、でもすごいなんか最近なんかこのビジュアル班とバラエティ班と分かれ始めたよ、ね、撮影する時とかはいビジュアル班みたいな、そうバラエティ班集まってるよ、進んでいってください。でもなんか、はい、あの森光さんには私なんかバラエティ班だと思われてるみたいで567番はバラエティ班だって言われました。あ、じゃあ私見てるのかな、いや別にそういうことは言いたいです。まあでも、ね、そんな感じで楽しく人生やってます、ね、はい、人生楽しいです。そうだよね、八郎家のね人生過ごしたら絶対楽しい、そうだよ、本当に私たちと人生過ごしていませんか、そうです、はい、そうです、夢のような時間を過ごしましょう、宣伝です、宣伝です、はい、なんだお前、今日はセールスマンでいきます、そうですか、マジでか、そろそろ、はい、受け結果出ましたか、わー、おーということで、はい、タイトルの大変の手術、そうなんですね、ここで新タイトル案の投票結果が出たということで、じゃあ発表させていただきます、はい、はい、新タイトルは何、そうだ、なんか3つあるんですよ、え、違うよ、これが4つ書いてあるから、あ、誰がこうなるのね、じゃあまずゆっくりいってきます、はい、花山志保1票、おお、ちょっと何て書いたのかちゃんと見せないと、あ、そうだ、じゃあみんなもと、みんなもと、そうですね、花山しほちゃんの、しほちゃんだけ見て、うん、私は炭水化物を添えてが1票、1票ありがとう、そしてみゆちゃんの、はい、8時まで8ロケリフトオフが1票、おお、でかのんちゃんの8時まで8ロケと8時まで8ロケデラックスが1票、あれ、あれ、俺ことは誰が残ってる、え、まあ、それか待って、ゼロって可能性もあるよね、それが残ってない人が残っていた、おー、見事に手紹介です、今日も出して出して、はい、はい、森山と初めてロケットの8時まで8ロケット、今のになったら嫌なんだけど、今後1000万人ちょっと違いです、期待してるよ、ちょっと期待してる、じゃあドラムロールいっちゃいますか、はい、あ、そうですね、じゃあ8ロケのドラムロールカモン、ドラ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 じゃん、シャーン、待って待って言う前に言うな、塚本空4票、リーダーずらしていいですか、ダメですか、ダメです、ダメです、でも本当に嬉しい、皆さん本当にありがとうございます、ダメですかね、ちょっとなんか嫌になっちゃう、ちょっと変えましょう、変えましょう、というわけで、PR して8時ロケットの8時まで8ロケ8時じゃなくて8ロケドーンってことになります、はい、8ロケドン、今後もどんどんパワーアップしてね、メジャー感を満載に皆さんに楽しい番組をお届けしたいと思います、よろしくお願いします、よろしくお願いします、ハチハチドンね、どういうポーズにする、ハチハチドンじゃない、やっぱ8時までね、ハチロケドン、じゃない、ちょっと揃えてもう一回やっとく、はい、じゃあ今からもうこの番組がハチロケドン、分かりました、リニューアルいくよ、はちみつロケットの8時まで8ロケドーン、イエーイ、めっちゃテンション上がるね、これね、ドーン、いい感じ、強そうね、皆さんね、じゃあ今後、はい、これでいきましょう、そうですね、はい、じゃあこの辺で用法情報センター登録してくださった皆さんを見ていきましょう、呼びましょうか、あ、かのんちゃん推し、しゃかりんさん、ありがとうございます、ありがとうございます、みふーちゃん推し、かなこさん、ありがとうございます、ありがとうございます、なんか君の推しの人いるんだけど名前書いてくれてない、ありがとうございます、あれ書いてあるよ、え、あ、あ、こっちの人は書いてあるわ、しおさん、ありがとうございます、ありがとうございます、レンさんもありがとうございます、ありがとうございます、え、私言っていい、どうぞ、花山しお推しのビートさん、ありがとうございます、ありがとうございます、お、はなちゃん、はなちゃん、ニックネームはなちゃん、なんか、はな推しめんなのかな、はなめ、いいですか、なんと、視聴者数331人、おーおー、すごい、そしてすごい、応募89人、すごい、
じゃあちょっともう一回ね、キーワードをね、いっぱい増やしてきてもね、行きましょう、はい、こちらの八郎系養蜂情報センターはですね、私たちの無料会員の、情報が送られてくるメールなので、皆さんよかったら登録してください。はい、でんでん。そしてですね、私たちはちみつロケットが出演させていただくライブビーをですね、応募、観覧の応募ができるんですよ。それも同じメールアドレスなんですよ。公開収録なので皆さんぜひ応募してください。そこにあのメールにですね、推しメン、あ、自分のニックネームと推しメンを書いていただいてください。はい、はい、お願いします。ありがとうございます。ギーさん、ありがとうございます。ありがとうございます。いいですか。お、はい、お、お、いい。小葉さん、花山市方針ありがとうございます。ありがとうございます。横尾さん、ありがとうございます。ありがとうございます。レッシーさん、ありがとうございます。ありがとうございます。岩さん、ありがとうございます。ありがとうございます。陽一郎さん、ありがとうございます。ありがとうございます。すごい、いっぱい、ね、いっぱい、ね、嬉しいね。そのなりも、たつなりさんもありがとうございます。ありがとうございます。ゆよし、ひげゆうさん、ありがとうございます。ありがとうございます。おしの、え、待って、さっき上の方にハリマリアだって言って、ちょっと待って、1個面白いの発見だ。少年推しメン、あ、そういうことか。じゃあなんかそうなってるのが分かんなくなっちゃう。あ、そういうことね。あ、ニックネームは少年さんってことか。はい、少年さん、おーちゃんさん、ありがとうございます。ありがとうございます。なんかね、少年推しメンって書いてある。私もさっき花ちゃんって人が花推しメンって向いて、ありがとう、花ちゃん。ちょっとさ、突っ込んでいいですか。あの、八ロケのメンバー以外の推しを書かないでもらっていいですか。一人やんばんの奥田さん、あの、ここには椎名るかさんはいないです。いらっしゃいませ。女性推しが多いです。多いですね。ありがとうございます。ありがとうございます。どうもね。あれ、私の名前がさっき見えた。私もなんかね、あら、あれ、待って、私も来た。見えたんだと思うんだけど、見えましの、いた、かつきさん、ありがとうございます。いきます。斉藤さん、ハリマレーナ、ありがとうございます。待って、待って、よく読んで、よく読んで。何、グループ推し、かっこ一人選ぶなら、ハリマレイナから。この業者をしなくていいから、強いて言うならってことですよ。違う、それはスタッフさんにマーカー引かれてよ。本当にこういうのよくない。え、まあ、照れ隠しってことで捉えていいですか。はい、はーい。でエミさん、登録ありがとうございます。ありがとうございます。ニケニャンさん、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあね、この辺で、楽しいね。楽しいけど、ちょっと一旦切りまして、はい、あの、いつものあのコーナーに行きたいと思います。じゃあみんなで言いましょう。はい、せーの、八ロケのいつだってモノマネ王、イエーイ。はい、このコーナーですね、トランプでジョーカーを引いてしまったメンバーが、そのお題にあるモノマネをしなくてはいけません。そのお題はですね、いつどこで誰が何をしたという、はい、それぞれのワードが書いてあるボックスをボックスから紙を引いて決まります。はい、決まります。モリリンがね、よくね、引くコーナー決まってます。引いちゃってるんですよ、だから私はもうね、大丈夫です、面白くないんで。なんかもう日常なんで。そうですね、あの、モノマネは日常ですもんね。日常なんですよ、共に過ごしてる。うん、大丈夫大丈夫。しゅっちゃん炭水化物ですか。そう、茶色い炭水化物。やめろ、美味しいですよね。カレーライスみたいな。じゃあまず、はい、運命のくじ引きをします。はい、はい、どうぞ。まずくじ引きですね。はい、はい、はい、皆さん、やばい、そこに行けるね。はい、じゃあいつ、はい、ここに行けちゃう。はい、そら、はい、あっ、じゃあ私持つ、大丈夫。中身を、中身落ちてないの。落ちてない。どこ行ったの。すごい、収納されてるんだね。あっ、おー、すごい。じゃあそれじゃあ一斉にオープンしていきましょう。せーの、じゃーん。私持ってるね。だってリニューアル1回目だよ。そうだよ、やっぱモノマネマスターから行かないと。そう、八ロケドンになってから。リニューアル前の1回目もスラちゃんじゃなかったっけ。一番あれ、そうだっけ。じゃあ、ミフちゃんから。じゃあ、いつ、はい、いつ、いつ、いつ、3月7日、メジャーデビュー日。おー、はい、どこで。でれん、山の上で。おー、じゃん。やばい、全部私のなんだけど、今のところ。ミフが、おー、おー、あ、違った。ティッシュ配りをした。おー、
メジャーデビューの日、山の上でミフーがティッシュ配りをした。はい、それー、どこ行ったの？なんかすごい場所で宣伝してますね。じゃあ、ね、母ちゃんのものまねまで3、2、1。はちろけ、そんなだっけ。はちろけデビューだよ、デビューだよ。はちろけがメジャーデビューしたんですって。やばいやばいやばい、やばいやばい、やばいやばい。今日って何日でしたっけ？ではね、応募できるので、皆さんじゃんじゃん応募してください。お願いします。さあね、最後は、じゃあ締めますか。今日最後のコーナーはね、はい、炭水化物コーナーに行きましょう。わー、なんでそんな嫌そうな言い方。炭水化物コーナーでしょ。結構人気コーナーですよ、ね。じゃあ今週も行きますよ。花山志保の炭水化物占い、イエーイ。というわけで、今週の商品、あ、このコーナーはですね、このコーナーはですね、今から3つの炭水化物をあげるんですけど、その中から私が明日食べたい順番で運勢が良くなるので、皆さんちょっと私と気が合うように炭水化物を選んでください。はーい、はーい。というわけで、今週の商品はこちら。 A YouTuber みたいな。 A ラザニア、 B 肉うどん、 C 明太子と高菜のおにぎり。あー、待って待って待って、ラザニアってどんなんだっけ。ラザニアはあのなんかリボンみたいな形してる。あ、なんかあの、まあ、パスタのグラタンな、そう、層になってるの。あ、思い出した。そうそうそう、そう、ミルフィーユみたいな重ねて。美味しそうですね。そう、食べたいな。みんな決めましたか？はい、決めました。じゃあ A のラザニアがいい方、おー、ゼロ？わー、やっぱラザニアにする。おー、あー、しんちゃんもですね。じゃあ B の肉うどんの方、はい、多いね。やっぱり肉でしょ。肉だ肉だ肉だ、美味しいよね。じゃあ C の明太子と高菜のおにぎりの人、ダメな気がする今日は。しんちゃんにもちょっとその気持ちはわかる。わかるとかないから。これさ、さっきさ、事務所にさ、事務所のおにぎりが置いてあったから書いたんです。え、なんでそういうこと。私もそれで書いた。はい、というわけで、来週からこのコーナーなくなる。いや、だってハリマネの番組になるよ。それはないかな。ちょっとちょっとこのさ、コーナー飽きてきたよね。みんな好きって言ってくれてるよ。なんかさ、亀山さんの顔にもちょっと飽きてきたんだよね。それは意味わかる。もうよりがきつい。ちょっと、もうちょっとなんか後ろ向きでやるとか言ってみたの。だからさ、見返り後ろ向きでやってみたらいいと思う。後ろ向きでやってみたらいいと思う。ねえ、早速ちょっとそろそろ発表してもいいですか？いきますよ。じゃあ今週の1位はじゃん、ラザニア。よくないと思う。ほら、言ったでしょ。そう、私今あの家庭科で、あの前ラザニアをだいぶ前に作って、今さらブームが来てるんですよ。その家庭科の調理実習で作ってから、ラザニアというものの美味しさを知ってしまって、なんかさ、自分で作れるって感動するよね。感動するの。本当に今ね、ラザニアをね、私美味しいお店をね見つけようって計画、昨日立てた。なるほど。昨日立てた、昨日立てた。そう、最近。というわけで、じゃあごめんなさい、今からあれ、私2位発表してなかったね。そうね、今日1位からなんだって。今日は1位から、じゃあ上からいきますね。じゃあ2位を発表しましたよ。やっぱ朝の占いみたいに、はい、そうね、そうですね。というわけで、私は2位を書き忘れました。ということは、ということは、待って、なんだっけ。あー、しっかりしてくれ。はい、
違います。2位は明太子と高菜のおにぎりでした。やった、2番だ。2位なんです。私さっき事務所で見て食べたいなって思ったの2位です。よかった。半分半分跳ねましょうと気があったってことですね。そんなことはない、そんなことはない。はい、そういうことでごめんなさい。今週の3位は肉うどんです。もうダメだ、気が合わねえからこのコーナー終了だ。やだやだやだ。違うんですよ、ちょっとモリリンが肉うどん選ぶかなって思ってサインにしたの。はぁ、でも大丈夫です、でも大丈夫です。今から屈伸運動すればきっと明日いいことあります。というわけで森山さん屈伸運動してみましょう。やる気満々です。いつもカメラが映ってるわ。映ってないよ。映ってない、映ってない、まさかの映ってない、屈伸してない。ギリギリはね、ギリギリは屈伸でもなんでもないよ。モリリンに対してあの、はい、悪意のあるMC だから消されるよ。やだやだやだ。じゃあ来週はモリリンに媚び売るメニューにします。というわけで以上花山翔の炭水化物占いでした。また来週。はい、ありがとうございます。さてさて早いものでそろそろ8時になりますね、はい、あ、それでは恒例の MC 当番を決めたいと思います。はい、今週はじゃあそらちゃんに MC 当番決めてもらおうかな。あれですね、告知当番と一緒に決めてもらおうか。そうですね、そうですね。じゃあ MC 当番は、はい、じゃあ7番。お、はい、え、7番は6番6番のやつだった。MC 当番6番はい、バラエティ担当。じゃあバラエティ、なんだっけ、MC 担当バラエティ担当自分で告知担当が3番でいきましょう。じゃあ、はい、6番と3番ね、はい、6番と3番で偶数でいきましょう。偶数じゃないわ、バカだ。6番と3番、はい、3の倍数ね。3の倍数ですね。なんかあの一つ来たんですよ今メールの方が。つっちーさん、ハリマレー直しありがとうございます。よく読んでよ、よく読んでください。あれ、ハリマレー直しって見えるんですけど、ハリマレー、ハリマさんが気になっているのかもしれません。ぜひハリマレーナのこと好きになってください。ハリマ、はい、はい、残り物、はい、ありがとうございます。ほんとにつまらんわ。はい、いくよ。じゃあ MC と告知、はい、はい、せーの、じゃん、3番6番告知担当が塚本で、はい、MC 当番が君野です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。モリリン、やだなぁ。だから、ね、だ、嫌な理由、じゃあ一つ言ってもいいですか。はい、どうぞ。なんか君のと MC になると絶対こっち側に座んなきゃいけなくなるんですよ。なんか日、なんか3週連続ぐらい一緒だったんですけど、はいはい、4週連続か一緒だったんですけど、はい、私多分ほぼほぼこっちにいるんですよね。こだわりがね。でも最後らへんになんかこっちがいいって言ったから、ちょっと気が悪くなるからやめとこうと思って。そう、だからやっぱのんちゃんと一番気が合うし、やっぱ一番持ってるし、一番やっぱビジュアルもいいと思ううちら。はい、というわけで、なんでこの人たちの顔も見てた。今見てました。ここなんだよ。黒くない、え、黒くない。悪口はやべえ。なんで合わせといてもらえた。あれ、みんな青いで。はい、というわけで、はい、今週はここまで。今週も見てくださってありがとうございました。ありがとうございました。メルマガかな、メルマガの、はいはい、ライブビーの、はい、あの観覧はですね、観覧応募はですね、はい、8時半までなので皆さん応募してください、はい、じゃんじゃん待ってまーす。待ってまーす。じゃあそれじゃあ最後にあの、そらちゃんのね、おまじないで締めてもらいたいと思います。そうです、はい、これは今度リリースイベントで滑らなくなるおまじないをお願いします。滑らないかー。え、誰が誰が。そらちゃん、そらちゃん、そらちゃん。私ね、プロフィールの特技に滑ることって書いてから最近滑ってしかいないのよね。あ、ダメだね。もう滑らない、ダメです。頑張りましょう。滑らない、はい。さあ、皆さんビート打っていきましょう。せーの、私が滑らないおまじない始めるよ。滑る滑り台、滑る滑り台、滑らない滑り台、イエーイ。同じことを絶対してね、全く同じことを繰り返してね、全く同じこと。なんかさ、最近さ、マンネリ化が始まってね。すごい、あれ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 、みんなビートを刻め。せーの、わー、ちょっと全然違いますけど。滑る滑り台、滑る滑り台、滑らない滑り台、滑る滑り台、滑る滑り台、滑らない滑り台。ありがとうございます。大丈夫、もうダメだわ。じゃあ、あのリリースイベントの見どころは、さらちゃんが滑るか滑らないかということで、はい、ぜひ今週は柏の葉に、あのこと柏の葉に足を運んでみてください。さあ、じゃあ、ありがとうございます。じゃあ最後は全員で行きましょう。あれですかね、どうですか、どうですか、どうになったからね。はい、じゃあ
最後に行きましょう。はちみつロケットの8時まで8ロケ、ドーン。